はい、ここにはですね、獅子おどし、鹿っていう字ですね。はい、この獅子おどしは天然石の水盤と木側を組み合わせて作られており、流れ込む井戸水の重みにより竹筒が薬石を叩き、風情のある音が鳴り響く仕組みとなっています。今は音ちょっと聞こえましたが、その音です。はい、鹿おどしは1600年代半ばに京都一条寺の四川堂にて漢詩人鹿は定山が作物から鳥獣を追い払うために、考案し、創図と名付けました。この水は飲めません。お気をつけください。そろそろだろうかと思うところにちょっと電源をつけてみましたけど、見えますかね。結構水の中いい色。こんな感じです。ここにちっちゃい橋がね、あります。これがもみじ亭のはずね。え、これ離せませんね。いつ降りてくるかわかんないから。ここからですね、まあ顔を上げるとですね、さっきの、梅も見えます。さあ、そろそろ落ちてもいいのではないでしょうか。もうですね、30秒経ってますけどね、さっき終わってからすぐ取り出したわけではないので、まあ結局1分以上かかるのかな。1分以上かかるんですかね。さあ、あとどのぐらいでしょうか。もんじゃないかい。まだかな。というこんな感じですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ1分ぐらいはありますね。1分ちょいかなってところです。2回目はですね、だいぶ待ってから撮ったので、綺麗に撮りました。下から撮ったのでね、向きもちょっと見て分かりましたでしょうか。ちょっとだんだんとこうなってパコーンって、なりますという、獅子おどしでございました。見えないかもしれませんけどね、小さい金魚ですか鯉ですかがいますね。赤いのがあっちにもちょっといます。ここから流れ出ていくことはないでしょうね。このちっちゃいところで楽しむでしょう。結構奥にもたくさんいますよ。びっくり。どこまでもね、だいぶ水深深いところまで泳げるということを今日知りました。今日は貸し切り中でございます。使用中か、私途中からもみじ亭って言ってませんでしたっけ。わかんないですけど、紅葉亭です。集会施設こういう予定のご案内で、まあだから帰れるということですかね。和室が10畳6畳、お手洗いもありますし、まああとは、30名で4000円、8000円ですね。1日か半日かで。という感じでいろいろと帰れるとね、特になんか素敵な会をやる場合、おば的なやつ、こちらでいかがでしょうか。はい、こっちからの眺めですね。さっきそっちからですね、上がって上から景色見ました。こっち反対側になります。まあまあ人も増えましたかね。皆さんお昼ご飯食べてからここに来られてるのかなというところですね。1時52、あ、約2時ですね。はい、あっという間に1時間は経ったと思います。さっきのところからこれをね、ずっと水を流れて、そこからですね、ちょっとまあ滝風になって流れてます。水はいいな。というところで、さっき見たところね、目の前で見えます。はい、水とっても綺麗です。慎重に慎重に降りてきまして、
こちら滝なのかながあって、あ、私また嘘つきましたね。こっからこっちに歩くって言ったんですけど、まあいいか。あ、また同じところ行って、私はこっちからこう周りに回って、帰ろうかなと思います。で、今ね気づいたんですけどね、そこでねベンチがあるので、そこのベンチで休憩が一番いいのかもしれないですね。水の音といろいろと楽しみます。みずほ銀行あたりだからですね、とスマートウォッチの方、ウォーキングオンにしたんですけどね、今やっと1キロ歩きましたで、ね、ブーってきました。ずっといつまでもトロトロ歩いてましたね。で、確か今75分って出たので、やっぱちょっと1時間ちょい歩いてますね。はい、けど本当にゆっくり、まあ休みをしてますし、動画を撮ってますし、ゆっくりこのあまり見るものっていうかあれはないですけどね、歩いております。ラストにですね、こっちの道から紅葉亭の方からね、歩いてって、駅の方に戻っていきたいと思います。私が以前歩いたらね、あっち側ですね、トンネル側の、ちょっとトンネルがあったとしたらその隣ですね。なんかそういえばイングリッシュカフェみたいなのがあった記憶がありますね、坂道の途中あたりに。こちらのね、国分寺動画もぜひ見てください。こんな道があるんだと思われると思います。とこちらは次郎弁天池でございます。そこはね、さっきから映してる池ですね、武蔵野台地に、降った雨は関東ローム層に浸透し、はさっきのところにも書いてあったかな、その下の砂礫層を通過して不凍水層に達すると地下水となり残球面が、刷毛より湧き出すことをがあり、これを湧水と言いますと。赤坂の庭師仙石宗太郎、かっこいいは、刷毛から出る湧水を利用して、次郎弁天池を造成しましたと。この池は江口家から岩崎家に譲られた際、形が作り変えられ、現在の形になっていますだそうです。いい、すごい。元はどんな形だったんですかね、というどっかには載ってると思いますね、過去の池は。とても水の方はですね、透き通っているんですけどね、橋とかになるとすごいもう、まあ、多分落ち葉とか、まあ、下の方にうっすら見えますね。いや、うっすらなのかな、まあ、綺麗だからしっかりと見えるんですけど。で、こっちの坂上がっていきます。あと思ったより、ね、今日がいつだ、今日水曜日なんですけどね、人がいますと。なので動画が途中はね、撮るのが恥ずかしくなると。この木すごいな、もう石が詰まってます。これは木です、これ石、わかりますか。はい、では上がっていきますね。なんで結構階段があるので、車石とかで来るのはちょっと厳しい庭園になります。普通の道選んでよかったかな、なんかラストっぽいで、そこに、なんだっけ、紅葉亭がここにあります。紅葉亭で、ね、ベンチが一番広いからと、まあ、日陰になったりするからか、休憩されている方が一番います。どうですか、野鳥というののカラスの声ですよね。あんま、ね、小さくピューピュー、鳴いてるかもしれないです。他の鳥たちが、カラスって小さく鳴くことできるんですかね、ちょっと気になります。階段で疲れました。最後は梅の前にはねベンチがありましたよね。そこでは私休みませんでしたけどね、今その前に座ってね、眺めている夫婦がいらっしゃるんですけど、すごく絵になります。はい、花見ってだから結局いつだってできますよね、何の花にするかっていうだけでと思ったことでところですね。庭園あるあるなんですか、わかんないですけど、こういう感じですね、石が途中、これ最近お手洗いですありますかね。特に中に入ってるから座っていいとかいうわけではないんで、庭園のデザインの、あ、おお、野鳥だはい、カラス以外の鳴き声楽しめたでしょうか。さっきからも撮れてたのかな、あんまり私が意識してなかったかな。というわけでね、はい、石もところどころ、これとかも石ですね、あります。話はちょっと本当によくわかんないんですけど。
うん、しっかりやっぱ画面動いてるのでやってますね。入る気ないけどちょっとドアを押しています。これここ掴まないようにしてください。やけどします、激熱で。はい、多分電気室入りたければ入れます。ちょ、もうあそこ触った時点で多分皆さん手を燃えてやる気失せ、入る気失せますよ。はい、なんでもうちょっと木のところもっと開けてください。まあでもね、はい、なんで展示室気になる方はぜひ入ってください。入り口のところにあったんですけど、ね、こちら節分草です。今色が悪くなってきてしまったかもしれないですけどね。こんな感じで白い花びらのように見えるのが萼片で、本当花びらは中心の黄色い部分です。形は退化して蜜を出す線になっていきます。おしべは植物には珍しい青色をしています。もう青じゃなくなってしまいましたけど、っていうのでどんどんねこの花消えていったり盗む人がいるみたいなので、皆さんも大事にしてあげてください。ね、頑張って育つ場所も限られているそうです。もうちょっと節分の時期、もうちょっと多分2月上旬あたり見に来た方がいいと思います。ということでね、一応こちらで全部回りましたので、駅に戻りたいと思います。なのでまあゆっくりゆっくりで1時間、まあでもこの2月だから1時間かな。もうちょっと別の時期に来たらもうちょっとかかると思います。ということでこんな感じの入り口出口でございました。見えたり見えなかったり、私はどれなら見れましたでしょうか。ブーゴーメを見れたな。あとこの三つ股を見れた。あとはあんまり見れなかった気がしますね。じゃあね、ここら辺は結構ですね、全部見るのは難しいということが分かりました。いい時期というものがありますね。で、ここら辺もどんぐりがたくさん落ちてます。ということで今またね、一人いらっしゃいました。ということで駅からもすぐですしね、もう5分以内ですし、安いですし、心も癒されない、ぜひ来てみてください。